この度 TUP テニスアカデミー、開校いたしました。イエーイ、初の試みとなるオンラインテニススクールなんですが、鎌田さんどんなような内容でしょうか？そうですね、オンラインサロンの形式にすごく近いんですけれども、ちょっとオンラインサロンと違うところが1点だけあって、こちらから一方的にインプットをするっていうだけではなくて、生徒側からもしっかりとアウトプットを強制的にさせるっていうのが結構大きな目的となっております。で、オンライン上で我々と密にコミュニケーションを取っていただいて、まあ、24時間365日テニスでわからないことがあったりとか、例えば戦術でわからないよとか、こういうところを教えてほしいよって言ってるところを、まあ、我々に必ず投げていただいて、で我々は必ずレスポンスをします。でそれに対してどうだったかっていうのを確実に報告をしていただくと。でさらに、まあ、オンラインだけではなくてオフラインでのイベントだったりとか、例えばオフ会をやったり練習会をやったり、そういうイベントもかなり多く企画していきたいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんご入会いただければと思います。お待ちしております。そうですね、あとは YouTube だったりいろんなことも今やってますよね。そうですね、もう何本か撮影で撮り終えましたけどね。そうですね、はい、高山さん、はい、なかなか言えないと思いますけど、あんな企画面白かったですよね。あんな企画は最高でしたね入会者のみの特典もたくさんありますので、ぜひ入会お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、であと入りたい方は概要欄にホームページとかをTUP のホームページ貼ってますので、ぜひ興味のある方は見てみてください。お待ちしまーすはい、いいよ、入って入って。かまちゃん映ってないっす。あ、OK です。大丈夫そうですか？大丈夫そうです。あ、もう流れてる。大丈夫。あ、OK。じゃあ、はい。この度、TUP テニスカレッジ。ああ。よし。テイク2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 言っちゃった。はい。この度、あ、電車来ました。この度、TUP テニスアカデミーが開校いたしました。イエーイ、今までない感じの、テニスオンラインサロン、一体どういうような形ですか？そうですね、オンラインサロン、オンラインテニスサロンじゃないか。そうね、あ、ごめんなさい、はい、あ、俺も気づいたのか。すいません、オンラインテニススクールね、サロンじゃダメだね。そう、すいません、大変申し訳なかったです、皆さん皆さん、ここ切れるから、ここ切れるから、それ切れるから。テイク4。はい、この度、TUP テニスアカデミー、開校いたしました。イエーイ。オンラインテニススクールということなんですが、どんな感じでしょうか？そうですね、まあ今までにはないオンコートとオフコートを両方兼ね備えたテニススクールになってて、いいよ、今めっちゃ良かったのに。よかったね。でもこれね、これテイク多分10ぐらいまでいきそうな気するからね。え、もう悪いっしょ。いきます。テイク5。はい、この度、TUP テニスアカデミーが開校いたしました。イエーイ。初となるテニス。はい。スクール、テニスオンラインスクール、オンラインテニススクールじゃないか。オンラインが先ですね。オンラインテニススクール。テイク6。ちょっと距離近くない。今4月がソーシャルディスタンス。あ、ディスタンス。ちょっと今ちょっと3人とも共通の意味があったもん。今ちょっと大丈夫だから。こっちも近いし、こっちも近いし。頭であるからちゃんと。ここね。オッケー。いきます、はい、テイク7。決めます。え、レオネも振るからね。うん、分かった。いきます。この度テニもうちょっと面白くなってきてた。怒られたツボですよね。いきましょう。よ、はい、この度 TUP テニスアカデミー、開校いたしました。
イエーイ、初の試みとなるオンラインテニススクールなんですが、鎌田さん、どんなような内容でしょうか。そうですね、オンラインサロンの形式にすごく近いんですけれども、ちょっとオンラインサロンと違うところが1点だけあって、こちらから一方的にインプットをするっていうだけではなくて、生徒側からもしっかりとアウトプットを強制的にさせるっていうのが結構大きな目的となっております。で、オンライン上で我々と密にコミュニケーションを取っていただいて、まあ、24時間365日テニスでわからないことがあったりとか、例えば戦術でわからないよとか、こういうところを教えてほしいよって言ってるところを、まあ、我々に必ず投げていただいて、で我々は必ずレスポンスをします。でそれに対してどうだったかっていうのを確実に報告をしていただくと。でさらに、まあ、オンラインだけではなくてオフラインでのイベントだったりとか、例えばオフ会をやったり練習会をやったり、そういうイベントもかなり多く企画していきたいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんご入会いただければと思います。お待ちしております。そうですね、あとは YouTube だったりいろんなことも今やってますよね。そうですね、もう何本か撮影で撮り終えましたけどね。そうですね、はい、高山さん、はい、なかなか言えないと思いますけど、あんな企画面白かったですよね。あんな企画は最高でしたね入会者のみの特典もたくさんありますので、ぜひ入会お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。